上七日でござるによって、婿殿の三浦良子のおことでござる。まず、家老家者を呼び抱いて、総事等を申し付けようと存ずる。やいやい、家老家者、あるかいあい。はぁ。いたか。お前に、おりまする。念のお早かった。男児を呼び出すは別なることでもない。今日は最上吉日じゃによって、婿殿の三浦良子のことじゃ。掃除等をして待て。かしこまってござる。また、見えられたならば、どなたへ申せ。おろえました。へぇー。はぁこれはこの辺りに住まいいたすものでござる。それがし、せがれを一人持ってござるが、舅の方より婿入りをせいと言うて人を起こさるれども、かれこれいたいて、いまだ婿入りをさせぬ。今日は最上吉日でござるによって、呼び抱いて婿入りをいたさしょうと存ずる。いやのうのう、礼おりゃるかいさしまするか。礼礼。いや、呼ばせられるそうな。いや、申し申し、呼ばせられまするか。今のほど声をはかりに呼ぶに、どれにいさしました。表に子供と遊んでおりました。これはいかなこと。その年になって子供と遊んでいるということがあるものか。死と用のことがあるほどに、まずこっちへおりゃれ。おろえました。御用と仰せられるはいかようなことでござる。別なることでもおりない。この間から舅の方より婿入りをせいと言うて、再々人を起こさるれども、かれこれしていまだ婿入りをさせぬ。今日は最上吉日でござるによって、見ごしらえをして婿入りをさしめ。そのようなことは恥ずかしゅうて、私は嫌でござる。恥ずかしいと言うて、いつがいつまで婿入りをせいでおられるものか。今日はぜひとも婿入りをさしめ。それならばいたしましょうが、こなたの欲しいものを買うてくださるか。おお、婿入りさえ召されるならば、何々ともやろうが、何が欲しいぞ。弁慶の人形が欲しゅうござる。これはいかなこと。その年になって弁慶の人形どころか。さりながら婿入りさえするならば、こうてをまそう。もうないか。絵のころもこうてくだされ。今婿入りするに絵のころどころか。さりながら婿入りさえするならば、こうてをまそうぞ。さあさあ、それよってみこしらえをさしめ。さりながら、こなたも一緒にいてくださるでござろう。これはいかなこと。何とそなたの婿入りに、みどもがいかるるものか。こなたのいてくだされでは、私は嫌でござる。さてさて、和御寮はむさとした人じゃ。それならば、あそ人を雇うてやろう。雇った人が何の役に立つものでござろうか。ぜひこなた来てくだされ。さてさて、これは苦々しいことじゃ。それならばぜひ
つけてゆこう。ようござりましょう。さあさあ、おりゃれおりゃれ。まいりまするまいりまする。総じて、ゆこ入りというものは、人の見たがるもので、定めて、窓からも滝からも、出ばかりであろうほどに、ずいぶんおくせぬようにさしめ。何がさて、おくすることではござらぬ。して、ほどはどうござるか。今少しじゃほどに、ずいぶん忙しめ。心得ました。いや、来るほどにこれじゃ。はあはあ、これでござるか。なかなか。こなたのうちとは違うて、大きな稲しでござる。舅殿は宇徳神社によって、大きな稲しじゃ。まず、それがしが案内をこうほどに、和御寮はこれで袴を着さしめ。心得ました。物も、案内も。いや、表に物もとある。案内と渡そう。どなたでござる？西条吉日で、婿が参ったとおっしゃれば。さては、どれほどでござるか。なかなか、その通り申しましょう。はござる。渡せられとしてきたものだろうか。いや、もう、もしそなたはまだ頭を切るか。このような長い頭を見られに行きたくてもござる。それはいかなこと、おらせあり年になって、頭の切れぬということがあるものか。いや、もしもし、婿殿にこう通らせられると申しまする。ただいま、見ごしらえをして参るとおしゃれ。心得ました。いや、もしもし、捨てておまそう、これをよろしめ。参ると仰せられまする。心得な。さあさあ、これへ足を入れさしめ。心得ました。これはいかなこと、そのように飛び込むものではない。左から片足ずつ入れさしめ。心得ました。さて、あれへ出たならば、必ずそれがしが参ったということは言わしますが、いかないかな、申すことではござらぬ。もし問われたならば、うちのものだとおしゃれ。心得ました。一段とよい、あれへお出やれ。かしこまってござる。この後はこれに必ず待っていてくだされ。何がさて心得た。ご案内でござる。初対面でござる。今日行った早々マイローズルを私の部員の旦那これの坊に免じられてくだされ。ないない待ちませるところに今日のおいで私有着いたしまする。ほう。いや、申し申し、親御様もおいでなされておりまする。なんじゃ、親御様もおいでなされた。さようでござる。それならば、こう通らせられんと言え。心得ました。いや、申し申し、あれは親殿ではござらぬ、うちのものでござる。いやいや、私はよう見覚えておりまする。うちのものじゃというに。いやいや、早う通らせられんと言え。心得ました。それならば私が用で参りましょう。いや、太郎冠者をやらせられん。私が用で参りまする。私が酔いまして参りましょう。二郎が用で来る。は、これはいかなこと。いや、申し申し、こなたにあれに出させられんと申しまする。わしに最前言うた通り、うちのものじゃとおっしゃらぬぞ。さよう申してござれども、太郎冠者がよう見覚えておりましてござる。さてさて、これは苦々しいことじゃ。それならば、その袴を脱いでおこさしめ。これをこなたに信じまするぞ。はて、袴がのうて、何とあれ出られるものか。太郎冠者、さあ、早う脱がしめ。早う出させられるように。心得ました。いや、もしもし、親御様に早う出させられると申しまする。ただいま参るとおしゃれ。心得ました。
し申し、ただいま見ごしらえをしてまいると仰せられまする。心得た。さて、それがしは挨拶をしもうと、そのままこれへ来るほどに、必ずどこへも行くまいぞ。何がさて、どこへ行くことでもござらぬ。でござる。初対面でござる。せがれがお門を存じませんによって、御門前まで参ってござれば、太郎冠者に見つけられ、面目もござらぬ。そっとも苦しゅうないことでござる。いや、婿殿が見えぬ。やいやい太郎冠者、婿殿に一歩を通らせられるといえ。心得ました。それならば、私が用で参りましょう。いや、あのお方をやらせられ、私が用で参りまする。私が用意まして参りましょう。身供が用で来る。は、これはいかなこと。いや、これこれ、それがしはもはや挨拶はしもうたによって、和御寮はまたこの袴を着て招いおでやれ。私ももはや挨拶は済みましたによって、ずるに及びますまい。こなものは杯も済まさいで、何と戻られるものか。さあさあ、また足を入れさせて。もらいました。もらいました。いや、申し申し。仕事のに早う、させられと申しまする。ただいま参るとおしゃれ。かしこまってござる。すぐに参るとおしゃれ。もらいました。いや、申し申し。さあさあ、ただいま参るとおしゃれ。心得ました。さて、今度あれへ出たならば、お宿どもはもはや戻ったとおしゃれ。いや、こなた戻らせられるか。いや、戻りはいたさぬが、そう言わねば、また、身どもがあれへ出ねばならぬによって、戻ったと言うておかしめ。心、その気でござれば、かしこまってござる。さあさあ、早うお出やれ。心得ました。こなたはこれに必ず待っていてくだされ。どこへも行くことではない。さあさあ、早うお出やれ。かしこまってござる。またれましてござる。ようこそ出させられてござる。いや、また親御様が見えた。いやいや、いたろうかじゃ。親御様に一歩を通らせられんと言え。来られました。いや、申し申し。親御はもはや戻らせられました。いやいや、戻らせられた。なかなか。いやいや、いたろうかじゃ。それなら、おっつりで止め申せ。心得ました。それなら私が用で参りましょう。いや、あの方はおやらせられ。私が用で参りまする。私が用意まして参りましょう。身の方が用で来る。は、それはいかなこと。いや、申し申し、こなたにまた出させられと申しまする。なぜに戻ったとおっしゃらぬぞ。さよう、どうしておられども、今度は太郎冠者に落ち着いて止め申せと申しまする。さてさて、これは苦々しいことじゃ。それならば、またその袴を脱いで起こさしめ。これをまた、こなたに信じまするぞ。さて、袴がのうて何とあれ、出られるものか。さあさあ、それを脱がしめ。心得ました。これを臨そろうて、脱いでさせられると言え。心得ました。いや、もしもし、これでは、お杯がなりませぬによって、御両人そろうて出させられいと申しまする。何、両人そろうて。さようでござる。はい。ただいま身ごしらえをしてまいるとおしゃれ。かしこまってござる。いや、申し申し。い
いや、今度は両人揃って出入りと言わしまする。誠にさよう申しまする。これは袴が一具ならではないが、何としたものであろうぞ。誠に、何となされてようござりましょう。俺と知ったならば、また一具用意したものを。さてさて、これは苦々しいことじゃ。まずこれは私が着ねばなりませぬ。いやいや、それは身共が着ねばならぬ。私が着ねばなりませぬ。身共が着ねばならぬ。私が着ねばならぬ。身共が着ねばならぬ。いや、申し申し。ご両人に早う出させられると申しまする。ああ、せわしない。すぐに参るとおしゃれ。かしこまってござる。ただいま参るとおしゃれ。揃えました。いや、申し申し、ただいま参ると仰せられます。ああ、それは二つになった。二つになりました。それそれ、良いことがある。和御寮はそれを前に当てて出さしめ。また、身どもはこれを前に当てて上。心得ました。必ず後ろを見られぬように差しめ。心得ました。いや、申し申し、これが精進の二人ばかまと申すものでござる。その通りじゃ。さあさあ、はようお出やれ。心得ました。ああ、これこれ、横によでやれ、横によでやれ。かしこまってござる。今度は料理そろうて出ましてござる。ようこそ出させられてござる。やりやりたろうかじゃ。お様好きをもて。心得ました。は、さかずきでござる。まず、婿殿へ持ってゆけ。心得ました。は、さかずきでござる。まず、舅殿へ持ってゆけ。心得ました。いや、申し申し、今日のことでござるによって、私の脳で婿殿へ信じましょう。おなたまいって、せがれささせられてください。たごかしゃ、おさかずきをこれへ持て。心得ました。は、お杯でござる。これへおこせ。心得ました。いただきまする。よがいにござる。一つつけ。心得ました。ちょうどある。なみなみでござる。さて、これを婿殿へ信じましょう。いただきましょう。婿殿へ持っていけ。心得ました。あ、杯でござる。これへよこせ。揃えました。いただきまする。めでとうござる。一つすげ。揃えました。なみなみとある。一つござる。ああ、辛い酒じゃ。茨の酒盛りにしたような。そのようなことは言わぬものじゃ。婿殿は甘いがお好きと見えた。甘い年を信ぜい。揃えました。いや、これもようござる。今一つすげ。揃えました。ああ、婿殿には一つなると見えました。常は食べませんが、今日のことでござるによって一つ食べるようにござる。それはかたじけのほうござる。それではこれを舅殿に信じましょう。いただきましょう。舅殿へ持っていけ。揃えました。は、杯でござる。これへ起こせ。心得ました。いただきまする。よがいにござる。一つ告げ。心得ました。ちょうどある。なみなみとござる。さて、これを親御様へ信じましょう。いただきましょう。親御様へ持ってゆけ。心得ました。は、お杯でござる。これへ起こせ。心得ました。いただきまする。了解にござる。一つ告げ。心得ました。なみなみとある。ちょうどある。
南とあれ。ちょうどある。さて、今一つ参りませんか。もはやな。いただきますまい。それならば、めでとうを納めましょう。それがようござりましょう。太郎冠者、お杯を取れ。取られました。いや、申し申し。ことへ申しませる。そのところの対応で、婿入りには毎度処分をいたしませる。故に、婿にも婿殿にも小差し回せられてくだされる。ご対応はさることではござれども、せがれは先ほどのことはつっと不調法な生まれにつき、何とぞごめんなされてくだされ。小差し回せられ。何とぞ脱げてくだされ。ぜひとも回せられ。何とぞもうだや申し、参りましょう。いや、どうか。それならば、なると申しまする。それはかたじけのおござめ。さかずきに迎えば、色もなお赤くして、ちとせ
permission. Thank you.